この報告書ではこの能力に応じた負担というものを強調しておりますので消費税の引き上げに加えてさらに負担増になる人たちがいらっしゃるということは確かでございますしかしこれは将来の世代の負担を軽減し そして社会保障制度の持続可能性を高めるためには不可欠であるというふうに私どもは考えております現在の世代の中の負担能力のある人たちの負担を高めて将来世代の負担の伸びを軽減するということがその目的でございますそのためにこれまでの年齢別から負担能力別の負担のあり方に切り替える必要があるということを示しております国民へのメッセージのところでもご紹介しておりますが 私ども慶応義塾の創立者でございますが福沢諭吉は学者は国の土岸なりというふうに書いております土岸とはまあ、狩りの群れが一心にこの餌をついばんでいるときに一羽首を高く掲げて遠くを見渡して難に備える役割をする狩りのことを言うそうでございまして福沢は学者もまた 今世のありさまに注意してつまり現状を冷静に分析してもって後日の特質を論ずるすなわち将来にとって何が良いかを考える役割を担うべきだということを申しております。私たたちもまた 社会保障の専門家として社会保障制度の将来のために何が良いことかということを論理的実証的に議論してまいりましたこの報告書は日本を世界一の長寿国にした世界に勘たる社会保障制度を将来の世代にもしっかりと伝えるために現在の世代はどのように努力をしたら良いのかということを考え抜いた私ども国民会議の結論でございます各層の国民各層にこの報告書 が読まれ、えー、幅広く関心を持っていただいてご理解をいただければありがたいというふうに思っております。こうやって記者クラブで講演していただける方にはですね、まず最初にあの、えー、まず一言書いていただくことになっているんですけれども、えー、確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋。これはど。 これはあのこの報告書の副題をそのまま貸していただきました本当にどうもありがとうございましたういまもう一度あの拍手をお願いします